光を自在に操りたいという夢が世界を変えようとしています。横浜国立大学教授馬場俊彦さんは日本でいち早くフォトニック結晶技術を手掛けてきました。速度が異なる光の波が合わさるとき、スローライトと呼ばれる光の波が現れます。この現象をフォトニック結晶で自在に操ろうというのです。これがシリコンフォトニクスのウェハになりまして、で1個のチップに100個以上のデバイスが入ってますので、まあ、全部で10万個ぐらいのデバイスを評価していくという、そういう作業をやっています。アクセルではこのフォトニック結晶が操る高品質なレーザーで、プログラムマネージャー小林功労さんとともに実現を目指しているのが、自動車などの周囲の状況を瞬時に読み取るハイレゾ光レーダーです。入れた光がこう空間に放射されてビーム状になって飛んでいって、全部のイメージを取っていくと、可動部分がなくて光ビームを高速に振るという、ロボットの目に相当するデバイスを作ってるわけでして、近い将来の応用先として、まあ、車の自動運転というのが、を掲げてまして、なんとかそういう大きなマーケットにこのデバイスを、まあ、投入したいと。半導体光デバイスを皆さんのお手元に届けたいなという具合に思います。